10th anniversary. はい、今日はパーフェクト。女子のロビンじゃなくて、あ、教えて TV。 あ、じゃあ教えて TV いきます、どうぞ。はい、今日はパーフェクト神戸大会に来ております。ふざけんな、どうぞ。はい、今日はパーフェクト神戸大会に来ております。今日の教えて TV はこの方、愛らしい感じのあやみです。あやみさんです、うん、今はどうですか、ダースのなんか悩んでることがありますか。悩んでることはグリップとか、はい、ほとんど悩んでる。あ、ほとんど悩んでる。とりあえずじゃあ投げてもらいましょう。どうぞどうぞ投げてください。逆にダーツはこの反動っていらなくても、角度
どんさえ、あの話すタイミングさえ覚えていけばもっと上に上がる。上に上がんないからこう反応する。君だけ意識して、そう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 、もっと今ね、この辺の軌道を取ってるの、この辺の軌道を。で、これを意識的に話すタイミングでもうちょっと早めてる、早く話すように。そう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 、もう一回絶対ダーザー。今が下にしか行かないけど、なんか分かる。そうそうそう、だいぶ上がってきた。合わせて、そう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 、綺麗になってきた。お、今の3度目とかすごい。まあこの辺でね、あれなんですけど、ダーツって本当にね、反動っていらない。あの本当にタイミングさえ合えば、だから多分今飛ばそう飛ばそうとして、こういう動きが逆らえてるから、逆にもうこっからでもポンと投げるイメージを作っていって、反動つけないで投げる練習をすればもっとダーツが集まってくる。まあちょっとそれ取り組み、どうでした、なんかちょっとつかめました、ね、つかめました。本当、はい、ちょっと迷子になってたのがちょっと、あ、はい、迷子になってた、迷子になってました。まあまあね、ダーツもね、思い出もね、迷子になるもんだから、はい、はい、ということで、今日は神戸大会、今日一日楽しんでいきましょう。それではまた後で、さよなら。練り歩きからの TBTV いきます、スタート。神戸泣いてどうなるのか。はい、第5回パーフェクト神戸大会神戸に来ております。港町神戸、港が似合う男 TV です。さあ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 、今日もですね、選手の練習風景からさーっと練り歩きながらね、教えて TV へと行きたいと思いますので、さあそれではですね、行きますか。じゃあこっち練習してますよね、選手がね、ずらっと。さあ選手がね、おっとわざとらしかった、わざとらしかった、アクションアクション。はい、それでは、あ、練習してますね。どうですか、おはようございます。調子の方はどうですか。いいです。調子はいいそうです。今日はどの辺を目指してます。ロビンを抜けることを目指してます、はい、ロビンを抜けることね。ロビンを抜けろね、これ大丈夫だと思いますんでね、頑張ってください。さあそして練習風景、みんなで目をそらす。あら、どっかで見ておる。おはよう。おはようございます。痩せたね。あ、はい、痩せました。最近どうしたの、なんかあんまりスターダムにのし上がってないけど、どうですか調子の方は。良くもなく悪くもなくです。今日の意気込みを。優勝 したいです。優勝するということですね、はい、優勝して
はい、そしてこう練り歩いて、あ、どっかで見たことのある人ですね、この人、この方ね、投げた後に、おはようございます、おはようございます、どうですか調子の方は。いや、もうバッチリです、バッチリです、バッチリだそうです。さあ、そして何やったっけ、おはよう、おはよう、どう調子は。調子はぼちぼちです。はい、はい、ザクやったっけ、ザクやった、ザクザクシャー、あ、シャーやったね、シャーね、ごめんごめん、ザクやないね、ごめん、シャーでした、シャー、ほんと失礼しました。さあね、華やかなね、女子選手も頑張って投げてますけどね。おはようございます、どうですか調子の方は。微妙です。微妙だそうです。微妙だ、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ね、こんな感じで適当な感じでねやってますけど、まあ、頑張ってしますね、こうね、あ、スカートね、はい。さあ、今日はどう、誰が優勝するのか楽しみですね。はい、あ、こっち行き止まりやん、行き止まり、あ、おはようございます、どうですか調子は。ぼちぼち頑張ります。ぼちぼち頑張るそうです。どうですか調子の方は。調子は悪くはないです。なんか久しぶりな感じやね、ちょっと。あ、1試合休んだそうですね、頑張ってください。台湾行ってます。あ、台湾行ったの、あ、本当ですか。あ、遊びに、ダーツで、ダーツでね、ダーツで台湾行ったそうです、頑張ってください。これまた戻るわけ、ここ行き止まりだったね。いや、もう強引に行こうよ、ここ強引に、ここね、こうね、同じところ2度も行ったらね、怒られそうでね、うん。さあ、こっから通しよう。さあ、こっちに来ました。おはようございます、おはようございます、すごい髪ですね。調子のどうですか。いやー、まだまだ全然です。これは何色っていうんですか。何色、はい、緑。一応なんか箱にあったパッケージはターコイズグリーンって書いてありました。ターコイズグリーンだそうです。え頑張ってください、頑張ってください。さあ、やっぱいいですよね、こんなね、みんなね、朝熱心に練習してますね。おはようございます、おはようございます、どうですか調子の方は。あ、まあまあです。はい、まあまあだそうです。朝からちょっとですね、あの、気合い入れて練習してますけど、頑張ってください。あ、おはようございます、あ、おはよう、おはよう、どうですか調子の方は。これからっす。これから肩抜きですか。これから肩抜きだそうです。はい、で、どう行くの、こっち。あ、こっちだ。さあ、こう行って、あ、おはようございます、どうですか調子の方は。調子の方は、まあ今ちょうどいい感じに仕上がる、いい感じだそうです。ちょっと長かったですね。いい感じ、ありがとうございます。あら、おはよう、どうですか調子の方は。今調整中です。ただ今調整中だそうです。頑張ってください。おはようございます。あ、あら、なんか痩せた。なんで。いや、あの、入院した時に、入院した、5日間絶食やったんで。絶食で、あ、なんかスキッとなったね。スキッとなりましたね。スキッと、スキッと7キロぐらい痩せたんで。調子はどうですか、その影響あります。あ、でもダーツはやっぱりいいんじゃないですかね。あまり太りすぎたらやっぱ足とかが、腰とかがしんどくなるんで、今あんまりしんどくないです。いい感じだそうです。期待しましょう、期待しましょう。はい、さあ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、さらっとね、またあそこにね、ちょっとね、赤い髪の人が最近増えてきましたよね、赤とか青とかね。そういえばほら、あの、毒キノコ今ブレーキしてますんでね、みんななんか毒キノコに習って髪の色も赤かったり黒かったりですね。じゃあ聞いてみますか、あの赤い方に。おはようございます、おはようございます、どうですか調子の方は。頑張ります。髪すごいですね。ね、頑張ってください。で、戻る、それで戻る感じ。あ、でも久しぶり、珍しい方もいるな、対馬プロ。ちょっと聞いてみますか話。おはようございます。あら、久しぶりですね。どうですか調子の方は。
ようやく形になってきたかなって感じです。ようやく形になってきます。大復活を期待しましょう。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、対馬プロでした。こうマイクをさ、一人でこうやってこうマイクを渡してインタビューしてこうマイクのやり取りって難しいね、結構ね。うん、さあそしてね、今日も神戸大会激戦が期待されますね。こうメインボードステージちょっと行きますか。ステージですね。やっぱトッププロが頑張って練習しますね。まあね、さあこの中に、あ、浅田プロですね。それ西プロ、そして畑野プロいますね。お、そして真上プロですね。そうですね、あ、金子健太もいますね。まあ今日は誰が優勝するのか非常に楽しみです。皆さん、それでは今日も盛り上がってパーフェクト応援よろしくお願いします。それでは第5回神戸よりお送りします。乞うご期待。はい、まあ朝のですね練習風景を編集せずにそのままもろ流しましたけどね、まあ、噛まずに完璧にレポートやってましたね。大したもんです。自画自賛。DMC からすごい新商品が出たということで、はい、出ます、はい、でそれの説明、その商品の説明をよろしくお願いします。はい、今回5月の12日に発売するんですけども、はい、アンセムのダーツケース、アンセム、マイナーチェンジということで、マイナーチェンジですね。一番大きなところっていうのは、はい、あ、これちょっと前の方で、はい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 、一番大きなところと、ドアップでお願いします。はい、バトラスのパーツが入るようになりました。あ、パーツが入るんですね。はい、すごいですね。あ、バトラスのパーツが入る。そうですね。で、予備のパーツが入るようになって、それがしかもこれ取れると。あ、取れる。はい、バトラスじゃない人はこれをまあつけなくてもまあいいと。ああ、いうような形で、はい、はいはい、磁石になってます。磁石になってますね。あ、磁石になってんですね。はい、こんな形で新しく出ます。で、一応まあ当然うち牛革なんで、牛革ですね。はい、もう長く使えると。によっていいですか。はい、間違いなく牛ですね。牛です。はい、ちょっとお値段は少々しますけど、まあ1万円はちょっと切るぐらいの感じなので。ああ、でもね、はい、いいですか。はい、あ、しっかりしてますよね。でもね、はい、そうなんです。あ、で、あ、やっぱりこう作りはしっかりしてますね。高級感がやっぱ全然ありますね。はいはい、うん、いいです、いいです。本当にきちっと作り込んだ感じですね。はい、あ、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、あとなんかポイントは何かございますか。まあ、ポイントはもうその部分だけなんですけど、実際従来ある、ま、アンセムのダーツケースをマイナーチェンジされたものなんで、はい、マイナーチェンジですね。はい、まあ、ぜひ、はい、バトラスの方はぜひお買い求めくださいということで。バトラスじゃない方も十分使いますね。まあ、バトラスじゃない人は別にもうこれを取ってしまえば、取ってしまってですね、はい、これ取れちゃうんでね、普通に。ああ、そうやって、はい、まあちょっと面白いいろんな組み合わせができるということですね。そうです。はい、はい、こちらはプレゼントですかね。はい、そうです。プレゼントなんですね。そうなんです。あ、新商品ですね。5月何日発売なんですか。12日発売。5月12日発売の、はい、新しいアンセムのマイナーチェンジものですね。バトラスの予備パーツが後ろに入れられる素晴らしい商品です。匂ったけど間違いなく牛でした。はい、まあまあ、本当に今日ですね、男子の優勝者インタビューで選手が発表する
プレゼントキーワードを答えてくださいと。抽選で DMC から5月に発売される新商品、まあ、このケースなんですけどね、アンセムケースの、まあ、最新式のケースですね、パーフェクト第5戦プレゼント本文に答えに行くネーム感想添え、メールよろしくお願いします。まあ、優勝するのが千野くんだったらいいねって話してたんですよね。はい、千野が優勝して、ね、みんなの千野ですみたいなキーワード入れて、まあ、そのシナリオが一番社長にとってベストシナリオと思いますけど、はいはい、頑張って応援します今からはい、頑張って応援されるそうです、はい、それではですね、そういうことで最後になんか社長の方から一言なんかありますか。いや、まあ、このタイプはこう取り外しできるんでね、またこれに戻るんですけど、このタイプだけも後日いろんなコラボ商品とかも出てきます。出てきます、はいはい、で、まあ、うち独特のキティちゃんであったりとか、キティちゃんとかあるんですね、はい、あ、すごいすごい、がまたどんどん出てきますので、ご応募期待ということと、はい、あと、まあ今僕が着てるこの T シャツ、あ、いいですね。はい、ちょっともこもこしてるんですけど、 DMC ライクのアザーですね。どういう意味ですか。これ、まあ、何者にもないという意味、何者にも DMC しかないという、はい、という意味なんですけど、この T シャツが、会場限定で、あ、今日限定で、はい、限定で販売してますんで、会場、はい、いろんな会場に遊びに来た際、まあ、DMC のブース見つけたら、ぜひ、一度見に来てほしいなと、はい、思ってます。はい、はい、じゃあユーザーからの質問が何かございますか、はい、いくら、あ、いくらこれですか、はい、ね、実はこの頃ちょっと税込みとか税抜きとかがややこしくて、まあまあ、ざっとでいいです、ざっと、いや、ざっと1万円弱なんですけど、1万弱だそうです。かなり値段はね、頑張っちゃいまして、8800円税抜き、8800円税抜き、税抜き8800円ですね、はい、大丈夫ですね、はい、大丈夫です。高くはないです、はい、いや、これは全然高くないです、ものすごい頑張りました、匂いましたから、ものすごい頑張りましたんで、もうもしこれ以上高いというなら、もう、あの、神尾さんに言ってください。これこれ、あの、匂いがもう松坂牛の匂いがしました松坂牛の匂いがしたので大丈夫です、はいはい、伊万里牛に近いけどやっぱ松坂なんですね、ここは兵庫だだけに。ということでですね、今日は優勝者キーワード、はい、DMC アンセム新型ケース、ぜひですね、投票の方お願いします。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございます。DMC 森本社長でした。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。